はい、皆さんこんにちは、ワナリングルイシュです。エアタイクーン4、続きをプレイしていきたいと思います。このエアタイクーン4、知らない方も多くいらっしゃると思いますので、まあ一言で表すとですね、飛行機の会社、航空会社の運営シミュレーションのゲームになっています。で、今回のゲームの目的としてはですね、まあ、世界中の無夫婦な楽しい都市に就航させるというのを目的にですね、皆様から無夫婦な都市の情報をいろいろお聞きしながらプレイの方をしています。で、ここまでに就航している路線ですね、実はまだ2便しかないんですが、一つが東京バンコク便、まあ、バンコクはね、もう最近僕大好きでしょっちゅう行ってるんですが、この東京バンコク便です。で、この東京バンコク便を見ると、ちょうどですね、搭乗率見てますが、収益搭乗率、乗客ですね、もう 100% 近い形になっています。で、これに対して運賃を上げたいなと思いつつも、運賃をもうマックスまで上げているので、これ以上上げられないので、もしやるとしたら増便ですね、東京バンコク便に関しては増便をしていくっていうのを一つ検討していきたいなと思っています。で、もう一つが東京フランクフルト便で、この東京フランクフルト便に関して言うとですね、視聴者の方から、ドイツに FKK っていうね、素晴らしいところがあるよというのを教えていただいて、もう真っ先に就航させた路線がこの東京フランクフルト便になっています。で、この東京フランクフルト便に関してもエコノミーはね、搭乗率 70% なので、ちょっと値段を少し下げるかどうか検討したいなと思っているんですが、ビジネスとファーストクラスに関しては 100% の搭乗率になってますので、ちょっと今すぐエコノミーの運賃を変えるっていうのは考えずに、このまま様子を見て、搭乗率が上がってこないようであれば、少し気持ち下げていってもいいかなと思っています。で、今回新たに就航させていく都市なんですが、まあ、いくつか候補を考えていたんですが、まあ、一つがですね、タイの国内、チェンマイ、プーケット、この辺りですね。で、もう一つがベトナム、ハノイとかね、ホーチミンとかもいろいろ楽しいスポットがあるという話で、僕自身はね、ベトナムには行ったことがないんですけども、ぜひぜひ今後行ってみたいなと思っているところになります。そして、香港、まあもうちょっと言うとマカオの方がね、無夫婦なことでは有名なのかなと思うんですけども、マカオは海外遠征にハマるきっかけになったね、都市でもあり、リスボアっていうカジノのホテルの地下にですね、まあ綺麗なお姉様たちがぐるぐる徘徊しているエリアがあるんですけど、まあそれを誰が名付けたのか、回遊魚と名付けて呼ばれていたのがあって、僕はそこから、回遊魚を英名に変えたワンダリングルフィッシュというのを名乗らせていただいてるんですけど、まあこれがね、もともとの始まりになります。本当にね、みんな綺麗で可愛くて、手足が長くて、色も白くて最高でしたね。で、まあおいおいこの香港、ベトナムあたりも制覇するんですが、今回は激戦のシンガポールを就航させていきたいなと思ってます。では早速、成田と東京間の距離を確認していきましょうか。成田からシンガポール、ちょっと今選べなかったのでもう一回選びましょう。5329キロですね。じゃあ5329キロ以上飛べる飛行機を買っていきましょう。まあ、できればボーイングで揃えていきたいので、ボーイングの707120、これ持ってるやつなので、ちょっとこれが航続距離を確認しましょうか。 5200km か、ちょっと足りないですね、5300ってなると。じゃあ上位機種に当たる320はというと、6920か、これだったら飛べるね。で、エコノミーとビジネスクラスが設定できるので、これをじゃあ買っていきましょう。ビジネスが14席、エコノミーが123席、まあこれはこのままでいいでしょう。じゃあ2ターン送っていきましょうね。で、シンガポールはですね、まあ僕の海外遠征遍歴でいうと、まずマカオにハマって、次にハマったのがシンガポールなんですね。今はもう遠征の9割がタイなんですけど、それでもどうだろう、1年ぐらい前にはシンガポールに
行きましたね。その時はちょうどミカミックスとかも一緒でですね、ミカミックスがシンガポールで婚活してきたよっていう動画をガールフレンド仮で上げていると思うんですけど、その時僕も実は同行していたんですね。シンガポールもね、まあ政府公認のいわゆる置き屋みたいなところがあったり、あとはまあ、KTV カラオケですね、日本人向けのカラオケ、あとは、まあ、あの出会い喫茶、出会いバーみたいなところとかですね、まあ遊びの数は非常に豊富ですよね。あとはまあ観光としてもマーライオンとか、まあマーライオンがどうかっていうのはあるんですけど、あとはマリーナベイサンズとかですね、まあ有名どころの観光地もあり、あとはユニバーサルスタジオシンガポールとかもありますんで、まあ、観光するにも困らない楽しいところなんで、まあ、本当におすすめなところにはなりますね。ではシンガポールの方に初めて就航しますので、スロットを申請していきましょう。このスロットの数だけ週に何便運航できるかということですね。そうスロット10申請していきますので、週に10便運航できる形になります。で飛行機を選んでいきましょう。ボーイング707320、先ほど購入したやつですね。で金額の設定がちょっと弱気なデフォルト設定になってるのはきっと競合他社が多いからですね。ではまずはエコノミー568、まあ、56,800円、ビジネスクラスは161,500円、まあ、エコノミー56,800円、これが片道なのか往復なのかによってだいぶ違いますよね。往復56,800円だとまあすごい高いっていう額じゃないですけど、片道56,800円ってなってくると少し高いかなっていう印象ですね。じゃあこれで就航させていきましょう。あれシンガポール便って機内食2回出てきたっけ、1回だった気がするんだけどな。ここは1回にしましょう。でシンガポールといえば何かっていうとチキンライスとかなんですけど、あ、チキンライスある、じゃあチキンライスにしましょう。であとはデューティーフリーとヘッドセット、それにドリンクのサービスをつけていきましょう。他はいいかな。まずはちょっとおいおいサービスレベルが行き届かないがゆえに搭乗率が上がってこないということであれば、このあたりは見直していきましょう。で、まあ、シンガポールはですね、僕がやっぱり好きなのは出会いバーいくつかあるんですけど、オーチャードっていう、まあ、あの日本でいう銀座とか新宿とか、まあ、あの要は一番栄えてるところですね。ここにオーチャードタワーっていうのがあってですね、ここにそれっぽいバーがいっぱい入っていてですね、まあ、そこに行くのがシンガポールに行った夜の楽しみだったんですけど、もう1年以上行ってない感じになるのかな。まあそのバーごとに入ってきている女の子の国が分かれているような感じになっていて、僕の好きだったところはまあもっぱらベトナム人の女の子が多いお店でしたね。でどの子もすごい可愛かったなっていうのと、あとまあその出会いバーの上級施設としてグランドハイアット、これもオーチャードにあるんですけど、オーチャードっていうエリアにあるんですけど、グランドハイアットの、地下にあるバーでも本当にね綺麗な女の子たちが集まってましたね。でそこはもうそのベトナム人だとか中国人だとかタイ人だとかそういう風に分かれてなくて、まあ、白人も含めて多種多様な女の子たちが集まっているエリアがありました。まあ、もし興味ある方いらっしゃれば、チャンネルのコメント欄かツイッターの方で、言っていただければですね、具体的なお店の名前とかもお話ししていきたいなと思いますので、ぜひぜひ、教えていただければなと思います。あとはシンガポールに行ったらマーライオンとかも行ったんですけどね、マーライオンに関しては本当に15秒ぐらい30秒ぐらいしか見なかったですね。というのも一つがですね、思ったよりしょぼいっていうのと、あとは本当に雨雲が、シンガポールはもう赤道に近いところなんで
もう豪雨、ゲリラ豪雨みたいなのが結構あるんですけど、そこがですね、ちょうど本当に雨の境が迫ってきてるっていう状況の中、マーライオンのを見ていて、その雨を避けるかのように走ってマーライオンから走り去ったっていうのがね、思い出としてありますね。今シンガオールピンの収益率、搭乗率、乗客見てますが、まあいい感じで推移してるので、値段をちょっと上げていきましょう。あとはユニバーサルスタジオシンガポール、まあ、シンガポールはとにかく暑かったので、まったりユニバーサルスタジオを楽しめるっていう感じでもないんですけど、それでも日本に比べてだいぶ空いているユニバーサルスタジオジャパン、あるいはテーマパークでいうとディズニーとかね、に比べるとだいぶ空いてましたね。あとはマリーナベイサンズの あの屋上のプールとかも行きました。まあ、かなりねリッチな気持ちをで楽しめるんで、ぜひぜひシンガポール皆さん行っていただきたいなと思います。で、もう一度今就航している便を確認しておきましょう。まず東京バンコク便、これが週に10便運航してます。画面真ん中、カレンダーのマーク出てる下に10って書いてありますが、これが週に10便ですということですね。で、東京フランクフルト便、これも FKK いつか行ってみたいなと思ってるんですが、フランクフルト便が、週に6便で、今解説した東京シンガポール便が週に9便ですね。というところで、3便運航するところまで何とかこぎつけました。じゃあ航空会社のランキングどうなっているかというと、20の会社で争ってますが、まあ、残念ながらまだ一番最下位ですね。もうちょっとやっぱり路線をね増やしていかないといけないのかなと思ってるんですが、この先どんどん増やしていきたいなと思います。皆さんにはぜひ世界中のムフフな楽しい都市の情報をお待ちしてますので、あんな都市、あんな国のあんな都市であんなことをしたよとかね、あんな都市いいんじゃないっていうのがあれば、ぜひぜひチャンネルのコメント欄、もしくはツイッターの方で、教えていただければ、最優先でその都市に向けて就航させていきたいなと思いますので、情報の方お待ちしております。というわけで今回はここまでにしたいと思います。祝シンガポール便。